マッサージにも行きます。多いもんね。結構ありますよ ね台湾式とか。どう、あどうぞ。卒業とあのシリーの音楽歌手って誰でしたっけ、名前出てこないんですけど。え、シリーとかあの卒業って、ああ尾崎豊か、尾崎豊か、ありがとうございました、うん、それが気になったんですか。それ気になってたの。この辺までここまで出てたんです。出てたけど絶対分かってくれると思ってすいません、ありがとうございます。いや僕もなんか嬉しいです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。尾崎豊です。はい、はい、ちょっとメモしてきます。ずっとね気になったもの使い合いが取れたんだったらよかった。クイズが出ましたね。出ました。いや今度は面白い街ですね。権堂駅の周辺をいろいろ巡ってみようかなと。夜の繁華街もあるし、はい、遅くなるかもしれないからそのまま泊まりたくなるかもしれないし、流れに身を任せて身を任せて。こっちの方行ってみますか。じゃあちょっとアーケードから南に向かってみましょう。やっぱり大きいですよね。上田の袋町とか松本よりも広い気がする、エリアとしては。あ、ここマンションになるところだ。あ、駐車場とかでしたよね。うん、昔駐車場だった。本当でも繁華街のど真ん中だよね、ここ。マンションギャラリーもありますね。マンションがすごいですね。すごいね、最近建設ラッシュが。ここがダイヤモンドタウンですね。ゴンドを象徴する雑居ビルで、ビル自体が閉まっちゃったところですね。かなりの数入ってたもんね。カーエレベーターで屋上に行けたんですか、これ。あ、パーキングだから。そうだ、屋上パーキングだったんだ。普通の立体駐車場と違うわけですね。野菜が並んでるよ。おお。銀杏の匂いがすごいですね。生産者の人がね、持ってこられたばっかりで。結構いろんなところから集まってますね。信濃町から野沢菜来たり。そうです、はい。銀杏ね、季節のものが。この青果店はいつからやってるんですか。ね、もう17年になります。公務員を辞めて、それで なんかまあ仕事がないかって。昔から八百屋さんのが夢だったんだって。お父さんにお会いしたいそうです。いいですか。いいって。ありがとうございました。ごめんなさいね。お隣は今お店やってないんですか。今日はお休みです。あ、はい、お休みの日は、ね、あの許可を得て、許可を得て、え、あのちょっとお店のスペースが広くなるんだ。お借りしてるんです。大体は市場と生産者の人が売ってくださいって言って持ってくる方もいます。いざ旦那さんとやってみて。まあね、最初の頃はよく売れましたけど、最近だんだんとね、あの飲み屋さんが減ってくでしょ。で、飲み屋さんが結構買ってくれたんですけども、みんな飲み屋さんがちょっと手、まあ、そっちは悪いけどなかなか入らなくなって、結局うちのものもそんなにはね、いらなくなっちゃいますよね。また会いに来ますね。はい、今日はなんか気分ですね。はい、はい。沼子君さ、そろそろ泊まるところを決めないと。ゴンドーで泊まるって言っても何ですかね、ゲストハウスとかそういう感じですかね。民泊とかゲストハウスとかありますよ。中央通り沿いにキセサウナもある。あ、いや今日ダメっぽいっすね、これ。泊まれなそう。うん、バツついてる。まあ極論ただ泊まるだけだったらお家に帰った方がいいんじゃないかって言ったらもう。いや、ここなら僕自分の家のが近いかもしれないですよ。ちょっとゴンドエリアから少しそれますけど、中央通りのちょっと先行ったとこですね。ゴンドーから善光寺の方に上がってきました、中央通り。さあ、予約なし。旅館に聞いてみます。
そもそも空いてるかどうかですもんね。清水屋旅館さん、ちょっと聞いていきますね。4人合計いるんですけど、ここに今日ちょっと泊まらせてもらうのを撮影することはできますか？泊まらせていただいてもいいですか？いいですよ。ありがとうございます。あ、こういう作りになってるんだ。おお、ここすごい、階段が結構重層的にありますね。そうね、ちょっと傾斜もきついし。あ、面白い。お、素敵。あ、中央通りに部屋が面してます。県外のテレビ局の旅番組が撮るべき部屋ですよね。歴史としてはいつからやってるんですか？たどれるのは明治の半ばにこの土地の場所を買ったっていう。コロナが終わってから外国人の方が結構入ってきて喜ぶんじゃないですか、こういう伝統的な旅館のスタイル。そうですね、皆さん喜んでお泊めになってますね、はい。繁華街権堂で飲んでそのまま泊まっていくっていう需要は最近はそういうようなお泊まりのスタイルが出てきましたね。飲んでから泊まるっていうのが多くなったみたいです。うん、おー、あったけー、あったけー。どんだけ体が冷えてきたか分かります。あー、気持ちいい。行ってみたいところで気になるところとか立ち飲みとかあるのかな。はしごしましょう。ね、行きましょうよ。防水なんですか？これそうです。これやめてくれるよ。お前は肩ばかりでさ。新機材。新機材、本当に。新機材なんだけどさ。ちょっと。ビーチでじゃれ合うカップルみたいな。そんな微笑ましいものではない。はい、いらっしゃいませ。じゃあちょっと出かけてきましょう。はい、いらっしゃい。お風呂入って本当に良かった。ちょっと終わった感出てるけど帰り道をなんか撮ってる感じだよね。少し権堂からね離れたから戻りましょう。いいね、やっぱ昼と夜で全然雰囲気が変わりますね。この時間ちょうどお仕事を終えた人が権堂駅に向かってこのアーケードを歩いていきますね。ここどうですか？多分ね、新しい店だと思うんですよね。僕見たことないんで。立ち飲み屋さん、ちょっと聞いてきます。ごめんください、あのお酒を飲ませていただくシーンを撮らせていただけないかなと思ってます。OK です。おー、よかった。ヤシノモ、こんばんは。いらっしゃいませ。お、立ち飲みだ。権堂にある権堂さん。そうですね、はい、電話で出た時に、はい、名前の方が出やすいなと思って。あ、はい、権堂です。そうですね。お店はいつからやってるんですか？4月からですね、この春、うん、はい。あ、ニューオープン、はい。外にね、おでんって書いてあったんです。あ、おでんありますよ。ありましたね。あれ見たらもうおでんしたいのと、おでんあります。ビールを、ではいただきます。ああ、今日もいい一日です。このお店をやる前はどういうお仕事されたんですか？お蕎麦屋さんで働いてたんですよ。長野市内ですか？あ、すぐそこですね。善光寺さんの近くの、あの八幡屋磯五郎さん向かい、うん、おお老舗の前がここの店舗あった時にもともとここの常連だったんですよ。イタリアンというかビストロだったんですけど、場所は同じ その通ってたところも。そうですね、もともと僕はそのカウンターと同じそちら側で通ってたんですけど、あんまり大きい声出すとアーケードに響く
うまい。おでん、せっかくなんでちょっとこの凛とした空気の中でいただきますか。おお、フライコーン、いただきます。おお、うめえ、うまい。あんまり大きい声出すとアーケードに響く。うまい、おいしい。はい、ありがとうございます。いただきます。あー、最高。テンション上がるわ。普段生活圏にある場所で、うん、こんなにテンション上がることないですよ。旅館泊まってお風呂入ってお酒飲んでおでん食べて、うん、飲もう。今日は飲もう。鼻歌混じりになってきて、だんだんこの曲覚えてきましたよ、ね、権藤のあれですよね、多分商店街の曲ですよね、うん、おお、なんかおお、夜の街って感じが出てきましたね。出てきたね。少し立ち飲みでおでん食べてお酒引っ掛けてちょっとしっかり食べるってのもいいですね。焼肉屋さん行ってみます。アリランって韓国焼肉か。韓国の方がやられてるんかな。今権藤をブラブラするロケをやっていて、はい、その流れでここで夕飯を食べるっていう撮影をさせていただけないかなっていう。いいですか、ちょっと。はい、どうぞ。はい、どうぞです。来たよ。すみません、お邪魔します。はい、あ、お待ちください。これ、はい、本日のおすすめカムジャタン。カムジャタンしてます。カムジャタン今日ありますか。あります。カムジャタン食べたい。オーナーの方でいらっしゃいます。あ、そうです、はい、お邪魔します。すいません、急に。あ、いやいや、こちらこそ。長野朝日放送と申します。あ、すいません、あの韓国料理を堪能しに来ました。おすすめにカムジャタンとあったのでカムジャタンを頼みました。あ、頼んだんですね。あ、焼肉の方が良かったですか。あ、いや、カムジャタンでもいいです。はい、いただきます。来ました、今日のおすすめカムジャタン。カムジャタンのカムジャはこれですね。はい、そうです。じゃがいも、うわー、おいしそう。豚の背骨の肉とじゃがいもを入れて、あの豚の背骨の肉も時間かけてゆっくり煮込んで、じゃがいもとえごまとえごまの葉をベースにした鍋なんです。これが豚の背骨です。骨もしっかり入ってますね。これどのぐらい煮込むんですか。4、5時間ぐらいかけて煮込んでました。いただきます。うわー。で、この背骨のところにこう張り付いてるようなこう、このお肉ですね。ここの部分を、おいしいわ。くっついてるお肉を、うん、繊維の質がすごく細かくて、少しこう油が乗ってる部分もあって、この軟骨の部分のエキスを隅々まで今チューチュー吸っています。もうこのお店はやられて長いんですか。そうですね、おかげさまで今年18年となります。へえ。もともと出身はどちらなんですか。韓国のソウルとなります。あ、どうして日本に。そうですね、あの、まあ、先輩が
ちょっと長野にいたので先輩のちょっとぜひ日本に来てくださいっていう話があったので高校の先輩からちょっと声かけてもらってきました。日本に来て26年になりますので本当にまあことわざでね住めば都を言葉あるんですけど本当に長野はもう大好きで今は自分のふるさとみたいな感じです。はい、美味しい韓国料理なのでぜひ皆さんが来てちょっとやっぱり明るくしてほしいですね。アフターファイブって言葉使わなくなりましたよね。アフターファイブね、死後ですよね。鼻筋とかでしょ。そう、なんでだろう。コマーシャルでさ、5時から男とかもあったもんね。え、なんすかそれ。高橋俊二が5時から男のグロンさんっていうコマーシャルあったりとかさ、じゃあやっぱり5時っていうのは、そう、こう一つの大きな節目なんだな。ね、報道なんて一番忙しい時間だしね。マグカップで焼酎飲んだ相当なお酒好きですからね。すいません、飲まないとちょっとマグカップ喉を潤さないとおしゃべりが。ストレートですか。いや、水割りで、水割りで、水割りで、あとお湯割りとか。ちょっとやってみよう、マグカップで松尾水割りやってみよう。